はい、どうも、ゆうぬいです。こちらにいるテントウムシくん、昆虫ゼリーを食べております。まあ、ちなみに昆虫ゼリーが乗っているのは、まあ、下にいる五目虫の餌であるサンドイッチのかけらです。卵のやつです。そしてこちらには、まあ前回登場したね、まあハナアブみたいなやつの仲間のうちの一匹がいます。まあこの子の相方のね、まあ五体満足の子は、まあなぜかね、まあ撮影日当日に、まあ亡くなってしまい、まあ今は埋めております。満腹になっちゃったかな。違ったみたいですね。ぼやけた。なんかちょっと画質が悪いな。どうしたんだろう。明かりの都合。あ、すいません。まあ、普段ね、まあ、ケースのヘリに陣取ってる、こちらのカミギリムシ君もおねんね中なので、ちょっと起きたかな。まあ今はね、悠々と、まあ、食事シーンを撮っている次第であります。まあ時々場所を見失うらしくって、まあちょっとゾウムシ君と揉めて、近くにいるゾウムシ君と揉めてしまうみたいです。まあ、テントウムシをはじめね。まあ、昆虫類って基本、目が悪いそうなんで。まあ、そばにいるゾウムシも食べたそうにしていますね。で、こちらの子、花ぶは、まあこちらのね、まあジュースにつけたパンに夢中。まあテントウムシ君が満腹になった様子なので、今日はこれでしまいにしたいと思います。なんかちょっと様子がおかしかったんで観察してみたんですけど、まあどっちに行くのか迷ってただけみたいです。まあこの子はグルーミングが大好きみたいでね。まあ暇さえあれば、ね、顔をゴシゴシ、体をゴシゴシ、羽を広げてストレッチと、いろいろやっております。じゃあ、本当の本当にね、これでしまいにしたいと思います。それではまた。